ジョゼフ・マイケル・ストラジンスキーはアメリカの作家でテレビプロデューサー。J ・マイケル・ストラジンスキーを名乗っており、非公式にはジョー・ストラジンスキーあるいは JMS とも。作品は映画、小説、コミック、ラジオドラマなど多岐にわたる。脚本家でもあり、かつてはジャーナリストだった。また脚本家のための教科書、シナリオの書き方の作者としても知られている。 SF テレビドラマ、バビロン語の脚本、総監督を務めた。バビロン語の全110エピソードのうち92エピソードの脚本を書き、それと並行して進められたテレビ映画版5作品の脚本も書いている。2001年から2007年まで、マーベルコミックの長く続いたシリーズ、アメージング・スパイダーマンの脚本家を務めた。2009年、 映画、チェンジリングの脚本が英国アカデミー賞にノミネートされた。ユスネットや初期のコンピュータネットワークで1984年頃から活動しており、各種オンラインフォーラムでファンと交流してきた。インターネット上でファンと直接対話した最初のテレビプロデューサーとされ、ファンの意見を番組に反映させた。特に、ゲニエと ニュースグループのレック、アーツ、SF、TB、バビロン語、マダーアイテッドでよく活動していた。最近はフェイスブックにページを持ち、そこでファンと交流している。サンディエゴ州立大学出身で心理学と社会学を学んだ。エスティース在学中は学生新聞ザ・デイリー・アズテックで記事を書いていたが、あまりにストラジンスキーの書いた記事が多いためデイリー。 ジョーなどと冗談めかして呼ばれることがあったという。現在はロサンゼルスに在住。ニュージャージー州パターソンで生まれる。父は肉体労働者だった。その後、ニューアーク、イリノイ州カンカキー、テキサス州ダラス、カリフォルニア州、チュラビスタと引っ越し、チュラビスタで高校を卒業後、大学に進学してサンディエゴに移った。ストラジンスキー家の祖先は、 ベラルーシ人とポーランド人で、一家はカトリック教徒だった。祖父母がロシア革命から逃れてアメリカにやってきた。父はアメリカで生まれているが、ドイツ、ポーランド、ロシアに住んでいたことがある。サンディエゴでは、サンディエゴマガジンとザ、サンディエゴリーダー向けに文章を書き、ラジオドラマエイリアンワールズの脚本も書き、ライターズダイジェストから脚本についてのノンフィクション本の、 執筆契約を勝ち取った。サンディエゴ州立大学で出会ったキャスリン・エムドレなんと、共に1981年4月1日に、ロサンゼルスに移住。テレビ会への進出を計画すると同時に、本の執筆に取り組んだ。ロサンゼルスでは、ザ・ロサンゼルス・ヘラルド・イグザミナー、ロサンゼルス・タイムズ、ザ・ロサンゼルス・リーダー、t b ケーブル・ウィーク。 ピープル氏向けに文章を書き、1983年、テレビアニメイジー、マンザ・マスターズ・オブ・ザ・ユニバースの脚本を書いて、そのプロデューサーに認められ、テレビ脚本家としての活動を始めた。著書に書かれていた略歴によると、ストラジンスキーは17歳の時初めて戯曲を書き、21歳の時に連続ホームコメディを書き、24歳の時初めて、 映画の脚本が売れたという。カリフォルニアなどで脚本執筆の講座やセミナーの講師を長年務めている。ロサンゼルスの FM ラジオ局で1987年から1992年までの5年間、ラリー・リタリオと共に、アワー25というトーク番組の司会を務めていた。1983年、テレビ界に進出。当初アニメ番組の脚本を書き、 その後実写番組の脚本家を経てプロデューサーとなり、バビロン語ではエミー賞、ヒューゴー賞など様々な賞を受賞した。バビロン語全110エピソードのうち92エピソードの脚本を自ら書き、テレビ映画版5本の脚本も自分で書いた。5年間続いた人物描写主体のスペースオペラでリアリズムを追求し SFX として CGI を多用した先駆的作品でもあった。バビロン後の続編クルセードでも原作とプロデューサーを務め、うち10話の脚本を書いている。また、ベルギーの週末もののコミックジェレマイアを原作とした同名のテレビドラマも制作し、全35話のうち19話の脚本を書いた。その他のストラジンスキーが関わったテレビ作品を年代順に示す。 スパイラルゾーンアニメ版の制作にも関わったが、名前を出すのを嫌がり、ヘッツグレーという別名を使った。CBS ストリブレイクの脚本も書いたことがある。1991年、ジェシカ・おばさんの事件簿の制作葬式をしていたデイビッド・モエシンジャーは、低迷してきた視聴率を再浮上させるために、ストラジンスキーをプロデューサーとして招いた。二人は、主人公、 ジェシカ・フレッチャーをメイン州の田舎からニューヨークに引っ越させ番組に新風を吹き込んだ。これによって30位台に低迷していた視聴率は再び10位以内に入るようになった。ストラジンスキーはジェシカを作家兼犯罪学者とし、特に作家として締め切りに追われつつ事件に関わるというスタイルを作り上げた。2004年パラマウント映画はスタートレック エンタープライズシリーズのプロデューサー候補としてストラジンスキーに接触した。しかし彼は自分の考える方向性で作品を制作できないと考えてそれを断った。彼はブライス・ゼイブルと共に新たなスター・トレックシリーズの案を書いた。2005年バビロン後の自身の脚本を公開し始め、2008年7月までインターネット上で公開していた。 2009年1月にも一時的にテレビ映画版の脚本を公開したことがある。ストラジンスキーは映画の制作にも関わってきた。ショータイムネットワークでロバート・ルイス・スティーブンソンのジキル博士とハイド氏の映画化に際して脚本を書き、ジェシカ・おばさんの事件簿の映画版マーダー、シーロード、エース・トーリー2代4ではプロデューサーを務めた。2006年、エルヴィン・スタウフと 秋葉ゴールズマンをプロデューサーとして、ユニバーサルがダビデオの物語を映画化するという話が持ち上がり、ストラジンスキーに脚本の依頼があった。2007年2月23日、ストラジンスキーは、マックス・ブルックスのベストセラー小説、ワールド・ウォー・ゼットの映画版の脚本を、パラマウント映画から依頼されたことを公表した。この小説の映画化権は、 ブラッド・ピットの制作会社プランビーエンターテインメントが獲得している。2007年6月、ストラジンスキーがシルバーサーファーの映画版脚本を書いたことが発表され、映画が制作されるかどうかはファンタスティック4、銀河の危機の興行収入次第だとされた。また、トム・ハンクスのプレート・オン・プロダクションとユニバーサルの制作で、 ピューリッツァー賞を受賞した小説でイマーチットイントゥーサンライトの映画化が進行しており、監督のポールグリーングラスの書いた概略をもとに、ストラジンスキーが脚本を書いている。2008年6月のデイリーバラエティ誌は注目の脚本家10人にストラジンスキーを挙げている。その記事によると、ロン・ハワード監督で進行中のレンズ・マンとザ・フリッカリング・ライトの脚本とトム・クルーズと、 ユナイテッドアーティストで進行中のプルービンググラウンドの脚本モストラジンスキーが手掛けているという。2008年にはジョエル・シルバーの忍者アサシンの脚本倉庫を53時間で書き上げた。この映画はウォシャウスキー兄弟が制作に加わって2009年11月25日にアメリカで公開された。2008年にユニバーサル・ピクチャーズが公開した。 アンジェリーナ・ジョリー主演のスリラー映画、チェンジリングは、ストラジンスキーの脚本だった。なお、この映画は、もともとは、ロン・ハワードが監督する予定だったが、スケジュールの都合がつかないため、クリント・イーストウッドが監督を務めた。この映画は2008年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、英国アカデミー賞では、オリジナル脚本賞を含む8部門に、 ノミネートされた。2008年10月、SF 映画の古典、禁断の惑星のリメイク版の脚本を、ストラジンスキーが書くことが発表された。2009年秋、ジェリー・ブラックハイマー監督で制作が進行中の、シャッタード・ユニオンの脚本を、ストラジンスキーが書いているとの報道があった。これは、同名のコンピュータゲームをベースにした映画で、現代のアメリカ合衆国が、 内戦状態になるという設定である。ストラジンスキーはホラー長編小説を3編、短編小説を20編弱書いている。短編小説の多くは2つの短編集、新、トワイライトゾーンと、ストラシンスキー・アンプラグドに収録されている。また、バビロン語の小説版9編の概略も手掛け、テレビ映画版のノベライゼーション3編も監修している。 ジャーナリストでレビュアーでもあったため、ロサンゼルスタイムズ、ロサンゼルスヘラルド・イグザミナー、ライターズ・ダイジェスト、ペントハウス、サンディエゴ・マガジン、トワイライト・ゾーン・マガジン、サンディエゴ・リーダー、ロサンゼルス・リーダー、タイムといった新聞や雑誌に500以上の記事を発表している。シナリオの書き方は、脚本講座の入門的教科書としてよく使われており、アメリカでは現在第三版となっている。 ストラジンスキーはコミックファンであり、1980年代後半からコミック原作を書いている。バビロン語のコミック版の他に、トワイライトゾーンやスタートレックのコミック版の原作を手掛けている。1999年、トップカウプロダクション、イメージコミックからライジングスターズをリリース。 一時は、ジョーズコミックスという自前のインプリントを立ち上げ、ミッドナイトネーションなどをリリースした。その後、マーベルコミックと専属契約を結び、2001年から2007年まで、アメージング・スパイダーマンの原作を手掛けた。他にも、マーベルのファンタスティック4の原作などを手掛けている。マーベルとの専属契約が切れると、DC コミックスにも原作を提供するようになった。 1992年、キットピーク国立天文台が発見した、小惑星は8379ストラシンスキーと名付けられた。ありがとうございます。